中京 TV スポーツ。嬉しいです、はい。小笠原投手にとってオールスターゲームというのはこれまで見てくる側だったと思います。どういったイベントなんでしょう。そうですね、スーパースターが集まる場所なので、まさか選んでいただけるとも思ってもなく、はい、本当にその一員として楽しめたらいいなとは思ってます。そうです、まあ、去年だったら大野さんがいいピッチングしてチームメイトとしてすごい嬉しい気持ちになりましたし、その前の年だったら柳さんだったり周平さんが活躍したので、まあ、僕も一生懸命プレーして活躍できたらなと思ってます。このオールスター選出について、しかも経験のある先輩から今回に当たって何か話はされましたか。いや、何もないのでこれからいろいろ聞きたいなと思ってます。隣にいっぱい経験してる人がいるので聞きたいと思います。お願いします。オールスターといいますとセパともに一流選手が集うところです。対戦していたい選手というのはいますか。いやー、もう全員と戦ってみたいですし、いや本当にまさか僕は本当に選ばれると思ってもなかったので、しっかりファンの皆様に恩返しできるように頑張りたいと思います。ライバルチームの選手と同じベンチに入るということにもなりますが、話を聞いてみたい球団の選手というのはありますか。そうですね、まだまだ僕もレベルアップしなきゃいけないので、全員から全球種を教えてもらいたいなと思ってます。はい、続いてライデル・マルティネス投手、おめでとうございます。2度目のオールスターということとなります。今どういうお気持ちでしょうか。もうセブンダベース、スパーマーファースパースパープロステージャー、ここで戦であおう。No, primero que todo, gracias por la oportunidad y no, muy contento de haber estado en un juego de las estrellas por segunda vez consecutivo. 2年連続でこのように日本のオールスターに選出されて出場することができることはとても心から嬉しく思います。No, yo nunca me pongo la meta, yo salgo siempre a hacer mi trabajo. Nunca tengo meta, solamente hacer mi trabajo. 特に自分の仕事をするっていうことにやっぱり普段通りのことですけども、心がけて何キロ出すとか、そういうところは今のところ思ってないです。対戦したいパ・リーグの選手といいますか。Con quien quiere enfrentar con juego estrellas?Bueno, con lo que sea, yo voy a estar dispuesto a picharle al que sea, pero siempre uno quisiera, no sé, enfrentarse a los mismos extranjeros o a los japoneses, yo voy a estar dispuesto a picharle a quien sea. もちろん、場を狙われば、もう誰でもですね、日本人選手であっても、外国人選手であっても、誰でも対戦したいという気持ちで投げます。同じセ・リーグの他球団の選手、どういった話をしたいですか。También van a jugar junto con otro equipo de Liga Central, de compañero. ¿Con quién quiere hablar? ¿Qué quiere hablar con mismo Liga Central? Bueno, me enteré ahora que como usted me dijo que Ariel estaba en el juego de las estrellas y nada. Espero comenzar con él y nada y hablar un poco, que es lo importante.同じリーグじゃないんですけども、去年まで一緒にやったアリエル・マルティネスもなんか選ばれるってちょっと聞いたので、彼とはもちろん話したいと思いますし、まあ、リーグの中でも話したいとは思って、仲間でも話したいと思ってます。もし対戦することあるいは
選手と対戦することがあったらどうでしょう、ストレートオンリーの勝負になるんでしょうか。Si tendrá como una chance de enfrentar con Ariel, solamente para tirar recta, para luchar con él. Sí, le tiraré recta, claro. もちろん、あの、まっすぐで勝負します。También juego estrella, a veces es un evento grande, entonces el resultado es importante, pero a veces también la gente tiene interesante de velocidad algo. Tú no pendiente de eso para tirar duro así. No, exactamente, yo no me preocupo por la velocidad y sí, el juego de las estrellas lo que se hace para, como que para disfrutar el momento y para verse emocionado en el momento, solo eso, no me preocupo por la velocidad.まあ、本当にあのスピードは皆さん興味があるかもしれないんですけども、まあ、あの自分としてはオールスターを楽しみたいという気持ちと、まあ、感動をしたいという一緒に共有したいというところがありますので、スピードを何キロ出すというところはないですね。先ほど小笠原コーチから経験者としてのアドバイスを聞きたいという言葉がありました。どういったアドバイスを小笠原コーチにしたいですか。メトティネジャーエクスペリエンシャでアレノパサー小笠原キシエラ、テネルナアコンセハードQue tiene que hacer algo. ¿Qué van a decir a él para un aconsejado para participar en el juego estrella? Aconsejarle, no, nada, que vaya a disfrutar el juego, solamente eso. Es otro juego, es un juego normal. Decirle que en el juego de las estrellas eso lo coge uno como para disfrutarlo, solamente eso.まあ、本当にあのオールスターですから、スターの人が集まった中でたあの野球をするので、とにかく楽しんでやってほしいということが自分からのアドバイスです。はい、あの非常にいいアドバイスになりました。ありがとうございます。むちゃぐらしです、アコンセハード。それでは続いて細川選手にお話伺います。ドラゴンズのユニフォームを着てのオールスター出場ということとなりました。今どういったお気持ちですか。そうですね、もう選んでいただいてとても嬉しいという気持ちです。これ非常にいい成績ここまで続いています。オールスターという選ばれるかもしれない、ちょっとそういった気持ちというのはありましたか。いや全くないですし、まあ、本当に、まあ、オールスターという舞台に出れるとは一つも思ってなかったので、まあ、本当に嬉しいというか、光栄です。今シーズン現役ドラフトで加入されて半年前あるいは1年前からするとちょっと想像もつかなかったような、現状なのかなとも思うんですが、そのあたり今というのはいかがですか。まあ本当にまあ、こんな急にオールスターに出れると思ってなかったですし、まあ、ずっとテレビで見てた側だったので、まあ、本当に楽しんでやりたいなっていうふうには思ってます。これまで見てきた中でオールスターゲーム印象に残っているシーンというのはありますか。まあ、特別っていうのはないですけど、やっぱりホームランとか、まあ、そういう、まあ記録に残るヒットであったり、まあ、そういうのは本当に見ててやっぱすごいなっていうふうに思いますし、まあ、ファンの皆さんも沸かせられるので、まあ、僕もそういうふうに、ファンを沸かせられるような、ヒットであってホームランが打てたらいいなっていうふうに思ってます。パ・リーグのピッチャーとの対戦になりますが、楽しみな選手、対戦している対戦手はいますか。いや、みんなもういいピッチャーなので、もう皆さんと対戦したいなというふうに思います。セ・リーグのベンチでは他球団の選手どういった話をしたいですか。まあ、バッティングの話であったり、まあ、いろいろ聞けたらいいなというふうには思ってます。今回のこの選出についてチームメイトであったりコーチであったり何かお話はされましたか。いや、おめでとうというふうに言ってもらえたので、まあ、そんな詳しくは話はないです。今シーズンは和田コーチの指導のもとここまで来ましたが、和田コーチからは何かありましたか。いや、もうおめでとうの一言で、まあ、あとは楽しんでこいよというふうに言われました。今回の地元でのバッティングドームでの試合もあります。まあ、ホームランを期待していると思いますが、その点いかがでしょうか。そうですね、もうなんとかいいとこ見せれたらなというふうに思ってます。ありがとうございます。では最後に一言ずつ、意気込みの方を伺いたいと思います。小笠原投手、バッティングドームでのオールスター今年となります。オールスターゲームへの意気込みをお願いします。はい、選んでもらったからの、選んでもらったので、精一杯頑張りたいと思います。では大学でマルティネス投手、意気込みをお願いします。バファホガレンバンティリングドーム、そしてKDSOKNFOGOSTRAGE バンティリングバファホガレンバンティリングドーム、
Bueno, primero que todo, no, los aficionados, que yo sé que van a venir muchos aficionados aquí, y nada, de parte de nosotros los que estamos representando a los Dragones, vamos a hacer un buen trabajo, que es lo que está esperando la afición de los Dragones.バンテリンドームで試合がオールスターができるということで、たくさんドラゴンズファンの方、たくさんファンの方が来てくれると思うので、それに喜んでもらえるような活躍と、またこの3人ですね、自分を含めライデル、小笠原投手、細川選手はドラゴンズの選手の代表として、戦いたいというその気持ちで、ドラゴンズの代表として一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございます。では最後の福川選手、お願いします。そうですね、まあ、僕も選んでもらった以上は、ファンの皆さんの期待に応えられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。代表まで以上となります。放送各社様いかがでしょうか。順番にカメラお願いします。では、こちら視線お願いします。